あれ挨拶しないの、はい、あ目から鱗って言葉あるじゃないですか。あれって、実際にヘビって目から鱗出るんですよね。アドミンです。ヘビなの。もともとの意味は違うかもしれないんですけど、なんかレンズのような鱗で目覆ってるんですよ、ヘビって。自己防衛のためか分からんけど、なんで、ヘビは実際に目から鱗が落ちます。アドミンです。2度目。俺も目から鱗出せるかな。無理か。はい、ということで、今回は弱体化予定シリーズということで、くしくも弱体化が予定されている子たちが数人います。はい。はい。あ、やべ。まず一人目が、バルキリー。バルキリーはね、若干想像してくれるともうわかると思うんだけど、バルキリーって、何スペース長押しで浮遊してるときに、スキルボタンを押して、まあ、その状態を維持することによって、スキルボタンを長押しすることによって、長時間飛べるわけですよ。せやな。なんで、最終アンチとかでバーって上に飛んで、で、30秒ゾーンから、なんか、適当に上空に滞在できるわけですよ。せやね。わーって上で飛んで、舞台が減ったら、イエーイって降りてって、なんか倒しに行くみたいなことが可能で、やったね。まあ、それちょっと強いよね。ってことで、それがなくなるっぽいですね。まあ、望んだって。なくなるというか、まあ、修正を受けるようです。はい。まあ、もしかしたらその他他の変更点があるかもしれないんですけど、一旦そこが弱体化される予定らしいっす。はい。まあまあ確かにね。確かにあれ強いから、まあ、パスファインダーのジップジャンプの耐久あったじゃないですか。最終アンチで上の方に、ジップ耐えて、それでなんか、ぴょん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 ってずっと耐久してて、パーティーが減ったら、下に下がるみたいな。そういう、なんか、最終アンチ耐久みたいなあったじゃないですか。陰キャダンスね、関さんがやってた。なんかあれの抑止力。そして、まあ、弱体化を受けるようですね。くしくも。はい、次。で、もう一匹、なんか、弱体化を予定されてるレジェンドがおって、まあ、予定ってことじゃないですけど、まあ、ライフライン。え、なんでってなるかもしれないですけど、最近ね、ちょっと運営が、なんか、アリーナ基準で、弱体化するかどうかちょっと決めようかな、みたいな感じの風潮があって、アリーナでめちゃめちゃライフライン強いらしいんですよ。まあ、確かにサプライ、中央のサプライ開けるときに、ライフラインは追加で、物資取れるんで、ライフラインピックされがちで、で、まあなんか、すげえ強えと、いうことなんで、まあちょっと強すぎるねっていう。ただ、弱体化どうするかっていうのはまだ決まってないらしいんで、まあちょっと前先の話かもしんないですね。バトロワ基準にしてくれ。このゲームバトロワやん。どういうこと？さすがにガニ。なら普通の赤が赤にすればいいやん。正解。か、湧き率を変えればいい。アリーナだけ。まだ喋ること多そうだから、これは行かないでおこう。でも運営自体がすぐに弱体化するわけではないっつってんのと、ライフラインが強すぎるって運営が言ってるけど、何をもってライフラインが強すぎるっつってんのかちょっとよくわからないから、まあ強いとは思うよ。ドローンの回復の速度とか上がったから。アリーナだと、回復の量割と限られてるから、まあそういう意味で、ドローンが重宝されてたりするんだと思うんですけど、アリーナではね。そうね、ちょっとさ。なんで、まあどういう弱体化が入るかちょっとわかんないですけど、
なんで強すぎるかもあんまりわかんないんですけど、その回復以外。まあ、ちょっと弱体化が、ちょっと若干、匂わされてるって感じっすね。どこだ？ラドゥー2人で滅ぼ、というのが、まああるわけないけれども、ライフラインはともかく301あるんですか？多分バルキリーに関しては割とそこで咎められると思います。はい、まあまあ、てか咎めて、まあ俺も やってたけど、一回動画で。一回動画でやってたけど、まあ正直壊れてるんで、あれ。あれ正直壊れてるんで、さっさと咎めた方がいいと思います。今さっき打ち合いでさ、セリーさんが意識してたさ、このギリギリ。あれを良しとするんだったら、もうやったけど、パスファインダーのジップ耐久も OK にしてもらわないと。あ、そっちの話。で、バルキリー自体、なんか、運営のデータ曰く、勝率というか、まあ、パフォーマンス的にはね、全然悪くないらしいんですよ。でも勝率、今、全体で5位らしいんで。まあ、なんで、5位、まあ、勝率5位ぐらい強いんだったら、まあ、さっさとそんくらいのスキルぐらいは弱体化されるとは思います。はい。他に弱体関連おったかな。やばい、アドミンさん、アドミンさん、裏で画面超確認してたら撃たれてた。アドミンさん、裏画面行ってる場合じゃないよ。ライフライン、バルキリー、やばいって。なんで俺一人で戦わないといけないんだ。バナー博士、もうさっきのところで起こしてくれていいで、このピンのとこ。ちょそこ敵おるね。バナー博士するか。ふい、ストライフ。じゃあそこはきつい。そのレースは知らんけど。さっきのとこでって言ったやん。蘇生中しゃがめるから、あれ。蘇生中はしゃがめません。ジャンプはできます。ライフライン、バルキリー。さて、画面見てなかったな、アロミさん。さっきのところでいいじゃん。全然大沼なんだけど。いじめられてるよ、俺。
あ、さっきの町、小さい町、全然さっきじゃない、全然さっきじゃないよ。あれね、あの展望と、展望とあそこの間のあれね、日本語難しいね。今回のチャンピオンです。いやマジで俺アスガルド人だから日本語難しい、マジでアスガルドから来たから、ちょっとまだ日本語覚えたてだからな。準備して行くわよ。ブロ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 。はい、ということで、ちょっとね、その後、ライフラインを今持ってきてるわけなんですけれども、バトロワの方でね、ライフライン、じゃあ使おうかってなったときに、選択肢にもうほぼ入ってこないと思うんですよ。全くライフラインしてないから。どうしよう。ライフラインの良さって、まあ、前まではその、何、起こすときに手、自分の手を煩わないっていう、起こしながら戦えるっていう。で、前まではシールドがあったから、さらにね、安全だったっていう、レジェンドやったんやけど、まあ最近弱体化されてシールドがなくなり、起こしてる時のね。まあで、その代わり、そのヒールドローンの、回復のスピードが上がったっすけど、上がったね。まあ、例えばじゃあアリーナでね、物資が少ないから、限られてるから、ヒールドローンの回復の速度やっぱり下げましたってなるとしましょう。まあまあまあ。ほんならもうマジで、どこら辺でどう強いっていう疑問しか残らん。だって、味方がダウンして起こさないといけないって時って、基本的に敵から撃たれてダウンしてるから、車線が通ってるわけじゃないですか。だから、車線が通ってない位置まで味方を殴って移動させるなり、味方が移動するなりしてから起こす必要がある。っていうのやってると、普通にもうすぐ詰めてくるやん。まあなんか、ね、ブロンズ帯とかだったら詰めてこないかもしれんけど、基本的にもう、プラチナくらいからワンダウン取ったら多分詰めてくるんで、そんな暇ないんですよね。せやな。めちゃめちゃライフラインともう一人、まあレースとかで、前張りめちゃめちゃ頑張らないと起こせないんで。めっちゃ残り1-on-1になって戦ってる時に起こす。で、ほんなら逆に。めっちゃイライラするけどね。蘇生はまあいいとして、もう、じゃあ100歩譲ってね。自動蘇生ができなくなりましたとか。蘇生してる間盾が出ますっていう、なんか前の仕様に戻ったとして、前はそうだったんですよ。なんか、最近始めた人は知らないかもしれないですけど、前は、蘇生してる時に、ノックダウンシールドじゃなく、なんかデカい版みたいなのが出てたんですけど、の仕様に戻ったとしてね、戻ったとして、で、じゃあバフじゃないわ、デバフ？弱体化どっかしないといけないねってなった時に、じゃあ、このヒールドローンの、回復の時間下げますみたいな。でヒールドローンの回復の時間も多分アリーナで強いから弱体化するよって理由でされると思うんですよ。弱体化するんだったら。でもヒールドローンってそもそも戦闘が終わってからじゃないとあんまり使わないじゃないですか、バトロワだとね。安全が確保されました、ヒールドローン使います、なんでそんなになんか、そっちの弱体化だと痛くはないと思います。はい。誰もいないのか、回復。
あ、それほどいい。あ、何にせよどこかしらが弱体化されるとは思います。運営が強すぎるって言ってるんで、運営が強すぎるって言ったやつ基本的に弱体化されるんで。強すぎトビンやね、ライフライン。まあでも小柄がなくなったからね、まだ。ただ今割とちょうどいいから、今割とちょうどいいから、こっからね弱体化するって話になるとあんまりないかな。アリーナだと今 S ティアーって一応言われてるらしいんですよ。ティアー S って強いよって言われてるんですけど、バトロワーことバトロワーに関しては微妙になりそう。極めて微妙になりそう。それこそマジ味方を起こすんだったらもう自分でいいよねっていう。一番安全に味方を起こせるのは自分なんで。そやな。まずそのライフラインって名前なのに味方を起こすことに関しては自分の方が強い。で、体力回復するドローンが出せるけど別にいら、正直いらない。まあバトロワに関してはね。デカ肉膜速度と、まあ、体力だいぶ減ってる状態からヒールドローンで回復するのってあんまり時間に大差ないんで、今ですら。パパイ。シュイ。まあ、俺別にライフライン戦でも何でもないんでどうでもいいんですけど、ライフラインがなんか好きで使ってる人はね、なぜかめちゃめちゃ強いと言われてるらしいんで、かわいそうに弱体化です。おめでとうございます。ライフラインな。まあ楽しみに。俺個人的にアリーナでSティアなのはヒューズでしょ。ジブライフラパスかなだと思ってます。ヒューズな。ヒューズ強くないやん、どう考えても。あと自転ランパートありだと思う。俺狭いんで、ランパートって待つのが前提なキャラやし、基本当てて待つっていう。だからランパート割とありだと思う。ヒューズ最強、知らんけど。ヒューズ最強やろ。いや、ヒューズ最強でしょ。やっぱヒューズ最強だと思うんですよ。4連勝叩き出せたんよ。あ、終わった。壊されちゃった。え、なんか多くね、なんか多くね。なんか多くね。え、なんか多い、なんか多い、なんか数多いぞこれ。やばい、レブクル、レブクル、レブクル、これレブ、レブクル、エグエグ、やってることエグ。逃げるんだよー。レブどこ行った。あ、やってるやってる、レブに襲われてる。え、カジュアルでレブナント使ってるやつがガチ性格悪いと思うんやけど俺。もう死んだ。もういいってレブ。あ、チートチート。レブの第2波マジでいいって。ナイスホーミング。あ、ごめん、逃げる。おい、全然逃げるよ。あれ、え、はい、メタボケーバーと。
だよ、敵多すぎだよ。だって俺今違うやつにやられなかった。敵いや多い多い多い、敵多すぎだよ。いやカジュアルルームなんか使ってるやつは俺嫌い。あのチャージライフルカジュアルで売ってるやつくらい俺性格悪いと思ってる。カジュアルでレブナントとチャージライフルは多分友達いない。ごちゃんのなんかちょっと叩かれたコメントに関して2時間くらいネチ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 返すタイプやと思ってる。いや分からん分からん、例えが分からん、例えが分からんすぎる。